80日間世界一周はジュール・ベルヌによる1873年出版のフランスの冒険小説。挿絵はアルフォンス・ドヌビルとレオン・ベネット。時は後期ビクトリア朝。イギリス人資産家フィリアス・フォックが羊のパスパルトゥを従えて世界を80日間で一周しようと試みるハラン・バン城の物語である。当時はトーマス・クック社主催による 世界一周ツアーの第一回目が行われている最中であり、ベルヌ家の記録によると、ベルヌはこれに刺激されて本作を書いたとされるが、クック社によるツアー広告が出たのは1872年5月、ベルヌが小説の執筆を始めたのは同年3月末であり、事実ではない。物語は1872年10月2日のロンドンに始まる。独身の紳士。 フィリアス・フォックは物事を尋常ではない正確さで、行う習慣と、カードゲームに熱中する癖があったが、ロンドンの紳士クラブ、リフォームクラブのメンバーであること以外は全く謎で、裕福であることの理由も定かではなかった。フォックの前の執事は髭剃りに使うお湯の温度を、歌詞で二度間違えたために、解雇されてしまい、新たにこれまた規則正しい生活態度を尊ぶ。 フランス人のパスパルトゥーが雇われた。その日の夜、リフォームクラブでフォックは会員たちと新聞のある記事について議論をした。イギリス領インド帝国に新たに鉄道が設けられたという記事と、それに伴って以下のように80日で世界一周ができるという計算結果が載っており、フォックはこれが実現可能なものであると主張する。 世界一周の道筋フォックはこれを立証するために、自ら世界一周に出ることを宣言し、自分の全財産の半分に当たる2万ポンドをクラブの会員たちとの掛け金にする。残りは旅費に充てるため、期限内に世界一周を果たせなかった場合、全財産を失うことになる。フォックは当惑するパスパルトゥーを伴って、10月2日午後8時45分発の列車でロンドンを立つ。 彼のリフォームクラブへの帰還は80日後の12月21日の同じ時刻とされた。フォックとパスパルトゥーは時刻通りにスウェズ運河へ到着するがエジプトに滞在している間、フォックはスコットランドヤードの刑事フィックスに密かに監視されていた。フィックスはイギリスの銀行で起きた盗難事件の犯人捜索のため派遣されたが、フォックの要望が容疑者と似ていたために、 彼を犯人と思い込んでいたのだった。しかし、出発までに逮捕令状を取得できなかったため、フィックスはボンベイ行きの蒸気船に乗船する。船内でフィックスは自分の下心を隠し、パスパルトゥーに接近する。予定より二日早く、フォックとパスパルトゥーはボンベイに到着し、交通手段を鉄道に切り替えて、カルカッタに向かうが、 普段の鉄道はまだレールの不設工事中であることが明らかになる。代わりの手段として、フォックはゾウを2000ポンドという途方もない金額で購入する。ゾウでカルカッタに向かう途中、彼らはサティへと向かう行列に遭遇し、その中に翌朝に意識の生贄にされる若いインド人の女性、アウダを見出す。彼女は麻薬で意識が朦朧としており、また現地のガイドによると、 本人は、巡視を望んでいないという。二人は彼女を救出することにし、行列の後をつけて儀式が行われる場所までたどり着く。パスパルトゥーは、インド人女性が共に焼かれる夫の遺体の安置場所を発見し、ある計略を思いつく。夜が明けて、サティーが始まると、パスパルトゥーはそれまで身を隠していた焚き木の中から、突然起き上がり、夫のふりをして、 恐怖に怯えている僧たちを尻目に、アウダを運び去る。救出したアウダを連れた一行は、カルカッタに到着し、香港行きの蒸気船に乗り込む。フィックスもカルカッタにたどり着くが、またしても、逮捕令状を取り損ね、香港まで一行の後を追う羽目になった。船の中でフィックスは、パスパルトゥーの前に現れ、パスパルトゥーは知り合いに再会できたことを喜ぶ。一行は、 香港に着くが、アウダの身柄を預けようとしていた彼女の園籍が、すでに他の土地に移ってしまったことが明らかになり、フォックはアウダをヨーロッパまで連れて行くことを決める。未だに逮捕令状を手に入れられないフィックスは、香港こそイギリス領土内でフォックを逮捕できる最後のチャンスだと考えていた。フィックスは、居酒屋でパスパルトゥーに自分の身分と旅の目的を明かしたが、 忠実な彼は、主人が銀行強盗であるとは信じなかった。フィックスは、自分の計画を知ってしまったパスパルトゥーを、酔い潰した挙句、その店がたまたま偏屈だったことから麻薬で前後、不覚にする。パスパルトゥーは、意識朦朧となりながら、どうにか横浜一気の蒸気船に乗り込んだが、主人に、船の出港が繰り上げになったことを伝えられなかった。翌日、 フォックは日本への移動手段が立たれたことに気づく。彼は次の目的地である横浜へ向かう船を探し、最終的に小さな水先案内船を見つけ、船長に大金を握らせて、フォック、アウラ、フィックスは横浜経由、サンフランシスコ行きの大型船の出発地、上海へ向かう。洋上で式に会うものの、上海で運よく乗船予定の船に助けられて、横浜にたどり着き、 フォックはサーカス団の団員としてアメリカへ渡ろうとしていたパスパルトゥーを発見する。無事再会した4人は太平洋を横断しサンフランシスコへ向かう長期戦に乗る。フィックスはイギリス領土を離れてしまった今となっては旅を邪魔することをやめてフォックを本国で逮捕するべくできるだけ早くイギリスへたどり着ける。養女よくすることをパスパルトゥーに約束する。 サンフランシスコで一行はニューヨーク行きの大陸横断鉄道に乗り込むが列車がインディアンの襲撃を受けパスパルトゥーと他の二人の乗客が人質として拉致されてしまう。フォックは旅よりもパスパルトゥーの救出を優先し砦の近くの兵士たちとインディアンの集落に向かい無事人質たちの解放に成功する。人質救出で生じた遅れを取り戻すため 一行はソリを雇い、オマハへ向かった。そこで、どうにか時刻通りに、シカゴ行きの列車に乗り込むことができ、シカゴでニューヨーク行きの列車に乗り換える。しかし、ニューヨークに着いた一行は、乗ろうとしていたリバプール行きの蒸気船が45分前に出港してしまったことを知る。翌日、フォックは大西洋を横断するための手段を探し、ボルドー行きの小さな商船を見つけた。 船長は一行リバプールまで乗せていくことを拒み、フォックたちはボルドーまでという条件で乗船するが、洋上で乗組員を金で買収し、船の進路をリバプールに変更させる。ところが、目いっぱい色の火を焚き続けたため、燃料がなくなってしまう。フォックは、再度タイマイをはたいて船長から船の船体と、機関以外だけを買い、船の木製の部分を、 乗組員たちに燃料として燃やさせた。12月21日に一行はリバプールへ到着し、列車で行けば悠々ロンドンに着けると思われたが、イギリス領へ戻った途端、フィックスは横浜で受け取っていた逮捕令状を持ってフォックを逮捕してしまう。しかし、やがて本物の銀行強盗は3日前に逮捕されていたことが明らかになる。 釈放されたフォックはフィックスを殴った後、急いで、ロンドンへ向かうが、フォックは予定の列車に乗ることができず、予定から5分遅れた午後8時50分に、ロンドンへ到着した。それは、彼が賭けに負け、全財産を失うことを意味しており、彼はクラブへは向かわず、自宅へ戻った。翌日の夜、フォックは、ロンドンの自邸にて、アウダに今後質素な生活しか送ることができず、 経済的に支えることができなくなったとして、ロンドンまで連れてきてしまったことを浴びるが、アウダは、どのような苦境も二人なら分かち合えるとし、自分を妻にしてほしいという。フォックは、翌日の月曜日に結婚式を挙げようと、パスパルトゥーを、牧師のもとに使いに出すが、パスパルトゥーはそこで、今日こそが約束の日であることを知る。一行は、東回りで、世界一周したため、 日付変更線を横切り、丸ついたち稼いでいたのだ。パスパルトゥーは、急いで、フォックの元に戻り、リフォームクラブへ主人を送り出した。フォックは、期限の時刻ぴったりにクラブへ到着し、賭けに勝利したことを宣言する。こうして、世界一周の旅は終わりを告げた。しかし、旅費に相当な金額を使っていたため、賭けによる利益はわずかであり、それも、 パスパルトゥーとフィックスに分け与えたため、この旅で彼が得たものなど何もなかった。ただ一人、彼を最も幸福な人間にした美しい女性を除いて、物語は、しかし、たとえ全く意味がなくても、人は世界一周をするだろうと結ばれる。左から、フィックス、アウーダ、パスパルトゥー、フォックここでは、ベルヌの描いた世界の虜になって、主人公を、 フィリアス・フォックを真似ようとした人々を紹介する。これまで何度か舞台映像がパロディ化されているが、主なものを挙げる。1874年にパリのサンマル単教劇場において、ジュール・ベルヌとアドルフ・デネリーの脚本共作、楽曲をフランツ・フォン・スッペが担当した5幕15場の儀曲が上演、以後ドイツ語圏でも上演された。また、1946年には、 ブロードウェイで制作オーソンウェルズ、作曲コールポーターで上演されたが、75回の上演で閉幕となった。2008年の12月15から12月20日まで、日本のオノマサシアターが異国見聞80日間世界一周という演劇公演を行った。2009年11月28日には、オーストリアのグラーツ歌劇場で、ミハイル・シリハン制作。 マウリツヨのびり作曲のファミリーミュージカル版が、上演された。ありがとうございます。